根本博士、根本博士、根本博士、1891年6月6日から1966年5月24日、中国名、林保元は、日本の陸軍軍人及び、中華民国の陸軍軍人。最終階級は共に、陸軍中将。栄典は、訓一等、高三級。陸士23期、陸大34期。 終戦時に内モンゴル、当時は、猛古連合自治政府に駐屯していた、中盲軍司令官として、終戦後もなお進行を止めない、ソビエト軍の攻撃から、猛古連合自治政府内のカルガン口付近に滞在していた、在留人4万人を救った。復員後の1949年には、中華民国の統治下にあった台湾へ渡り、金門島における戦いを指揮し、 中共政府の中国人民解放軍を撃破。中共政府は台湾奪取による統一を断念せざるを得なくなり、今日に至る台湾の存立が決定的となった。福島県岩瀬郡新井田村、原塚川市出身。実家は農家であるが、実父は県庁に勤務していた。また、実刑の上水は村会議員も務めた。1904年。 明治37年仙台陸軍地方、幼年学校入学。中央幼年学校を経て、1911年、明治44年陸軍士官学校卒業、23期。席児は509人中13番で、同期に、小畑明らら。酒好きで豪快な人柄だったとされる。1922年、大正11年陸軍大学校卒業、34期。 赤字は六十人中九番。1924年、大正十三年、郵便局長の娘、鈴と結婚し、夫妻の間には四男次女が誕生する。陸大卒業後、現退復帰を経て、陸軍中央等において、主に島畑を歩む。南京領事館不駐在部官として、南京に駐在していた1927年三月南京事件に、 遭遇、領事館を襲撃してきた、北伐軍防兵に、素でで立ち向かった者の,の銃剣で刺され、さらに2階から飛び降りて、脱出を図った際に重傷を負った。自分が死ぬことで、茂原外交の軟弱さを変えようとしたと後に、語っている。帰国後、1928年6月に起きた、満州防重大事件を皮切りに、 万望問題などの解決のために国策を研究する目的で石原幹字、鈴木定一、村上慶作、武藤明らら陸二十一期生から二十七期生の詳細将校を中心、同年十一月二9名で結成された無名会、別名、木曜会に参画する。続いて翌年五月には軍の改革と人事刷新、統帥の国務からの分離。 合法的な国家総動員体制の確立等を目指し、長田鉄山、岡村康次、小畑敏志郎、板垣聖志郎、土井原賢治、東条秀樹、山下智之ら陸士15期から18期生を中心に結成された二葉会に吸収される形で成立した一石会に加わった。1930年、昭和5年8月、中佐として、 三謀本部品班長となる。この頃、品班員となったばかりの今井武雄大尉は、当時の根本班長の思い出を戦後解雇している。1931年、昭和6年12月、犬飼武市内閣の陸将となった荒木貞夫中将は、寡黙な根本中佐を中高等と称して、中心蔵の大石義を握りしていたという。1930年9月、 国家改造を掲げる結社桜井にも参加するようになり、翌年には陸軍のクーデター事件である3月事件に連座するも、中心人物である橋本金五郎ら急進派の行動に危惧や不信感を抱き、また一石会の登場らの説得もあり、次第に桜井から距離を置くようになる。10月事件にも半ば連座する形になったものの、幾人かの同志たちと、 当時の参謀本部作戦課長、今村ひと大佐に自ら計画を漏洩、未遂に終わらせることに起よ、一時期の拘束で処分は済んだ。1935年、昭和10年8月12日に起きた、藍沢事件時には、事情がわからずに、事件を起こした直後に連行される、藍沢三郎に駆け寄り、握手を交わしたとされ、統制派の将校であるにもかかわらず、 誤解を受ける行動を起こしたことを後に悔やんでいる。1936年昭和11年2月26日から2月29日における2.26事件の際は陸軍省新聞班長として部下にあの有名な兵に次ぐ直命が発せられたのである。すでに天皇陛下のご命令が発せられたのである。お前たちは上官の命令が正しいものと信じての 海原司令部発表を反乱軍の選挙地帯に向かって拡声機を通じて放送させ、反乱軍を動揺させて切り崩し工作を図った。根本は、決起将校らが陸軍大臣に当てた陸軍大臣要望事項の中で、軍権を私し,したる中心人物として、武藤明中佐、片倉正正佐と共に即時罷免を求められている。また、同事件時、 結起将校らが2月26日の未明から陸軍省において根本を待ち伏せていたが昨晩から深酒をして寝過ごししたために命拾いした2.26事件後の陸軍再編により現代の連隊長に就任日中戦争後は専門である品畑に復帰終戦に至るまで中国の現地司令部における参謀長や司令官を長らく務めた 九百四十四年、昭和十九年十一月、中門軍司令官に就任。翌九百四十五年、昭和二十年八月のソビエト軍の満州侵攻は、八月十五日の日本降伏後も止まらず、同地域の日本人、住民四万人の命が危機にさらされていた。ソビエト軍への抗戦は罪に問われる可能性もあったが、成長の家を侵攻していた根本は、 生命の実相より、そのような形式にとらわれる必要はないと考え、罪を問われた際は、一切の責任を負って自分が腹を切れば済むことだと、覚悟を決め、根本は、理由の遺憾を問わず、陣地に侵入する祖軍は、断固これを撃滅すべし。これに対する責任は一切司令官が負うと、日本軍守備隊に対して、命令を下した。途中幾度と停戦交渉を試みるが攻撃を、 山内、ソビエト軍に対し、何度も突撃攻撃を繰り返し、ソビエト軍の攻撃食い止めながら、凄まじい白兵戦を繰り広げた。さらに八祖寺軍、人民解放軍の前進からの攻撃にも、必死に耐え、距離を見に4万人を乗せた列車と線路を守り抜いた。また、根本は、中国国民党軍の風作議と連絡を取っていた。 8月19日から始まったソビエト軍との戦闘は、およそ3日3番続いたものの、日本軍の必死の反撃に、ソビエト軍が戦意を喪失したため、日本軍は8月21日以降撤退を開始、最後の部隊が27日に万里の頂上へ帰着した。出迎えた、中毛軍参謀長、松永留夫少将,将は、落類止まらず、医者の念をのプルに当たわずと記している。 一方、20日に内猛虎を脱出した4万人の日本人は3日3晩かけて天津へ脱出した。その後も引き上げ船に乗るまで日本軍や政府関係者は彼らの食料や衣服の提供に尽力した。引き上げの際、中猛軍の野戦鉄道司令部は引き上げ列車への食料供給に苦心していたとされる。八月十七日頃から軍の倉庫にあった米や 甲板パンを先に沿線の各駅にトラックで大量に輸送していた。一方の満州では関東軍が8月10日、居留民の緊急輸送を計画したが、居留民会が短時間での出発は大混乱を招くために不可能と反対し、11日になってもほとんど誰も新京駅に現れず、結局軍人家族の身を第一列車に乗せざるを得なかった。これが、 巨留民の悲劇を呼んだと言われる。また、山西省では一部の日本軍と在留邦人が残留し、戦後問題となった中国山西省日本軍残留問題。なお、全民の下村忠し陸軍大将が最後の陸軍大臣になったことを受けて8月19日、北島方面軍司令官を兼任する。1946年、昭和21年8月、 根本は最高責任者として、在留日本人の内地機関と、北品方面の35万将兵の復員を終わらせ、最後の船で帰国した。終戦時、中国大陸には、日本の軍人、軍属と、一般市民が合わせて600万人いたが、小介石率いる中華民国側は、日本軍の引き上げに協力的で、本来ならば、自国の軍隊の輸送を最優先させねばならない。 道路線を可能な限り日本軍を呼び、日本人居留民の輸送に割り当てた。日本軍の降伏調印式と武装解除に、中国側は数名の召喚が来ただけという陳事もあった。ソビエト軍の占領下になった満州や山西省でのケースを除くと、日本側は最低でも10年はかかると予測していた。中国大陸からの引き上げは10ヶ月で完了した。 衆議院議員の大久保伝蔵は、引き上げの受け入れ、港の視察で南方や満州、朝鮮からの引き上げ者が裸同然だったのに対して、中国本土からの引き上げ者は、そのようなことがなく、手荷物を持っていたことに驚いている。復音後、東京の鶴川村の自宅へ戻る。中国情勢における国民党の敗北が決定的となり、1949年、 昭和24年1月に、小解析が相当を辞任すると、小解析に対する恩義、法人4万人と35万将兵の帰還、国体五時から、根本は資材を売却して、渡航費用を苦面しようとする。そこに、元上海の貿易省であった、赤石元町及び、党は州公会からの用があり、日航を決意する。同年6月26日、家族に、 釣りに行ってくるとだけ言い残し、通訳の吉村忠氏にと共に、宮崎県延岡市の沿岸から台湾へ密航。7月10日に、キールンに到着するが、密航者として投獄される。しかし、根本投獄の報告が、かつて交流のあった国府軍上層部、宝武市集中場、中佐木中場に伝わるや、稲や待遇が一変し、8月1日台北へ移動する。 北投げ温泉での西洋を経て、8月中旬、四泊の仲介で、紹介席と面会する。同時期8月5日に、アメリカが国民党政府への軍事支援打ち切りを表明しており、孤立無援の状態にあった石、紹介席は根本の協力を受け入れた。根本らは8月18日に、台湾からアモイへ渡る。中国名、林保元として、 ヨオンハクの第5軍管区司令官顧問、中将に任命された。ヨオンハクは根本を顧問閣下と呼び礼遇した。根本はヨオンハクに対しアモイを放棄し、金門島を拠点とすることを提案する。これをもとに防衛計画が立案され根本は直接指導に当たった。同年10月1日、北京では中国共産党による中華人民共和国が成立。 ほどなく、国府軍は、アモヨを疾患。金門島での決戦が迫る中、根本は、残豪戦の指導を行う。そして10月24日、金門島におけるコネーヶシラを敷き、上陸してきた中国人民解放軍を破り、同党を死守した。10月30日、ユオン博は、林保元を含む部下たちと共に、台北に外戦する。根らの帰国後も、 この島をめぐって、激戦、禁門法戦が展開されたが、台湾側は、人民解放軍の攻撃を防ぎ、現在に至る台湾の存立が確定した。その後、根本の帰国に先立ち、蒋介石は感謝の品として、イギリス王室と日本の皇室に送ったものと同じ、花瓶を根本に渡している。本来一体であるべき花瓶の片方は、今日も中世記念堂に展示されている。 当時、国府軍が日本の旧軍人らを義勇兵として、母兵しているといった噂から、台湾母兵問題が、スキャンダルとして、世間の注目を集めていた。根本らの台湾密行は、国会でも追及され、昭和24年、1949年11月12日、第6回国会参議院本会議において、細川かろく、日本共産党から台湾における、 日本人義勇軍に対する所見を問われると、吉田茂首相は、噂は聞いておりますが、術手政府としてはその噂が事実なりや、否や、厳重に今取り調べ中とし、植田俊吉法務総裁、法務大臣に相当は、少数の者が台湾へ行ったらしい形跡があるとして、大規模な地下組織の存在を否定しつつ、いずれも答弁を濁している。その後、 11月15日付で、吉田首相は、日本人義勇軍の組織化は否定しつつも、根元らの密行を認める、答弁書を提出している。根本は、富田直明率いる、軍事顧問団、白団には加わらなかった。根本は上述の通り、マスコミにを知られていため、台湾母兵問題のスキャンダルは、根本とその周辺に注目されるようになった。このことは、 アメリカとの関係上、白団の存在を内密にしておきたい、中華民国側や白団にとって助かったという。1952年、昭和27年6月25日、民航空運講師 CAT 機により日本へ帰国。3年前の密出国については不起訴処分となった。晩年は鶴川の自宅で過ごしていたが、 1966年、41年5月5日、孫の初セックの後に体調を崩して入院。同月21日に一度退院するも、24日に休止した。去年74年。当時より、根本の私代は、台湾でも極秘であり、その後の台湾、中華民国における、政治情勢、国民党政府、イコール外省人による、台湾統治の正当化もあって、 根本ら日本人の協力は現地でも忘れ去られていた。また、コネガシラ戦役そのものの歴史的意義の認知も低かった。2009年、平成21年に行われたコネガシラ、戦役戦没者慰霊祭に根本の出国に尽力した赤し元町の息子、赤し元章や根本の通訳として長年行動を共にし、 コネやタマの戦いにも同行した、吉村忠二にの息子、吉村克行、その他日本人軍事顧問団の家族が、中華民国、台湾政府に招待され、中華民国総統、馬英九、当時と会見した。彼ら日本人の出席が認められたのは、式典の一週間前だった。また、赤資現象と吉村克行の帰国の際、 中華民国国防部常務次長の公益、日野江中条は報道陣の前で国防部を代表して当時のコネーヶ柱戦役における日本人関係者の協力に感謝しており、これは折中炭を送る困った時に手を差し伸べるの行為と言える。とした感謝の言葉を述べた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。